まーす。やったー。ということで、早速コラボ相手の出口先生でーす、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、ちょっとすいません、ご紹介の方自分でお願いしてもよろしいでしょうか。自分でやるんですか。お願いできますか。一応 YouTuber を始めて、で、まあ、元々が予備校で教えてたんですけども、うん、本を書いたりとか、出版社を経営したりとか、あと大学でも教えたりとか、あと検定をやったりとか、まあ、いろんなことをやってます。まあ、基本的に教育とか、まあ、出版から文学、ね、こういったことが専門で、ただちょっとだいぶ世界が違う感じがするんですけども。すごいぶっ込まれた感。勉強とちょっと遠藤やった。遠藤やった。一番学歴あるのはつんごさんですよね。確かに。そうじゃん。私賢い枠なんで。見た目から見てわかると思うんですけど。すごい、これが苦笑いってやつ。結構PP クイズ、いろんなクイズ企画とか、はい、漢字クイズとかもやっておりまして、今回本格的な先生に来てもらって、はい、クイズをしていくということで、してきた真のおバカがここで決まります。まあ先になれ、大丈夫。今のところ大和田候補。こんなにすごいさ、先生に来てもらって炙り出すバカって、なんか贅沢な企画だったよね。確かに。確かに別にね、賢くなるとかじゃなくて、バカを炙り出す。プレシャス、プレシャスバカだ。さあね、今回ですね、出口先生をお迎えしてやっていくクイズなんですけれども、はい、漢字の成り立ちクイズというものをやっていきます。想像力の問題。漢字の成り立ちというのがですね、このいろんなこう人とか物とか、まあ、現象とかから生まれてるんですけど、要はその生まれる元となったものっていうのがあります。で、今回はそれをイラストで描いていただいて、誰のイラストがその漢字の成り立ちに一番近いかっていうゲームです。漢字のこうどういう現象によってその漢字が生まれたかっていうのを学びながらクイズに答えていただくという問題でございます。確かになんかこう起源を学べると、なんかもう本当に覚えれる感じしますよね。うんうん、何が元になったかっていうのを覚えられるとって感じですよね。そうです、そうです。だ、今回はイラストで楽しく漢字を覚えようっていうね、方向性で皆さん回答していただけるとすごくいいかなと思います。第1問、漢字の木、木曜日の木、この漢字の成り立ち、イラストで描いてください。でもこれそのまんまじゃない？そのまんまっぽい気持ち。どんな絵を描くか重要ですよね。同じ木でも。そうですね。こう枝が何本とかね。そうですね。枝？根っこが何個とか。根っこ？いや、これ結構ね、ヒントですよ、今僕が言ってるのは。漢字の木っていうのは小学校1年生とかで習う感じですかね。そうですね。だいたい今回の漢字は小学校1年から2年の漢字ですね。おお。じゃあもう皆さんは分かって当然知ってて当たり前みたいなね。そんなことない。何笑ってんねん。僕は出題者側なんで、僕も回答者だったら相当しんどいなっていう。笑ってくる。さあ、じゃあ皆さん OK ですかね。はい。じゃあ今回えなこさんから見せていただきましょう。はい、オープンしてください。はい、こちらです。スタンダードにこの根元があって、枝が3本あります。ほうほうほう、枝が3本、はい、で木が生い茂っているような感じですね。はい、まあニュアンスは一緒なんですけど、なんか丁寧に土を描いたんですけど、じゃあ私もこういう感じっていうことで。今の手付け出しはまあまあまあ許しましょう。まあでもこんな感じです。木がこうやって枝が横から出て、こう木の感じになったという感じです。はい、私もニュアンス的には一緒です。あ、でもやっぱ草の生え方が違いますね。なんかね、セミついてるよ。そう、セミかきました。夏だからちょっとこれがポイントかなと、あとこの太陽がポイントかなと。おうおうおう、なんかこうね、生命力あふれる感じ。私も多分みんなと近いかもしれない。あ、でも力強いよ。力強い、ね、根がすごい、うんうん、力強い。こうこの払いのところが根っ
かなと思ってこうシュッとして、あとは大きな強い幹にこう左右エーターがなってる感じなのかなと思って、はい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 、木、はい、あ、木を描いたんですけど、なんか木の感じがこうだから、うん、こうこう、うん、こうこうほうほうほう、なるほどなるほど、その漢字のそのまま大体形に沿って描いたって感じですね、みたいな。では皆さんイラスト描いていただきましたが、はい、レブ先生誰が一番近いでしょう、はい、いや皆さん本当にうまいので正直びっくりしましたね。ただ一番のポイントってのが、まず草と木の違いっていうことで、木はやっぱり太い幹がある、どんと太い幹の書いてるやつが元々の成り立ちに近いっていうふうに考えていいと思うんですよね。幹が太い、じゃあ幹が、であともう一つが一番大きなポイントなのが、例えば木に横の棒を入れたら本になりますよね。確かに本、ブックの、はいはい、あの横棒ってのが根元って意味なんですよね。ということはその木がこう左に枝みたいな2つあって右に枝が2つある、これ全部地面根元より上にあるから根っこを描いたらダメなの。そう、最初心さんだけが正解かなと思ったんだけども、後から突き出してしまった、これなかったら唯一正解というか、もうこの危ないことをした、根っこかと思ってたけど確かに今回は甘めに見て、はい、根っこ描かなかったら心さんがポイント、はい、そんなに甘くていいんですか。1ポイントでいいですよ、これ。やったーやったー、じゃあちょっとこれはなかったことにしてください。さきみさんだけちょっと絵のタッチが違ってすごくいいですね。あ、ありがとうございます、はい、はい、お気に入りということでよろしいですか。そうですね、じゃあ今回のお気に入り、ただこれ雨と太陽同時になるんですか。じゃあ雨消します、じゃあ雨消します、今雨消します。非常に切れないですね。ありがとうございます、はい、じゃあ、それでポイントでいいですよ。やったー、ちょっとピピヒ更衣室始まって以来褒められて今ドキドキ。かわいい絵ですね。それでは第2問目いきたいと思います。万っていう感じです。1万円の万、1万円の万です。万、さあこの万という漢字はどんな成り立ちでしょうか。これちょっとね難しいんで、うん、ヒント差し上げます、うん、これはね生き物です。わかった、生き物でございます。もっとヒント出しましょうか。動物ではないです。わかったわかった、わかりました。え、天才、私、お、吉田さんがひらめいている。日本には生息してないですかね。え、そうですね、何ですかそれ。え、じゃあ違った。もともと万の旧漢字から来てるんですね。古い漢字がわからないと難しいかもしれない。複雑じゃないですか。そういう問題なんですよ。じゃあそれではまたオープンしていただき、今回後ろから見てしようかな、じゃあ。つんこさんから見ていきましょう。はい、オープンしてください。お、うん、なるほど。うん、小金雲。雲。では吉田さん、はい、オープンしてもらいましょう。これ私思いついた時天才かと思ったんですけど、ああ、ね、私も亀考えたけど別に逃げてもニュースにならなくね。なんかでもじゃあさ、この亀はさ、亀っていう字の由来そうじゃない。あ、確かに。え、これ私ちょっと思いつかなかったんで、マントヒヒ、マントヒヒ、マントヒヒにします。僕のヒント聞いてました、聞いてました。でももうこれしか思い浮かばなかったのと、ちょっとこれ推しの一手でなんかこうやってやってたのが、多分某有名なたくさん動物が出てくるアニメ映画のなんかこういうなんかこういうのつけてるやつ。やべえ、ここカットで。何も伝わってこない。それは何、何を言ってるんだろうって。ライオンキングのマントヒヒ、それかなと思って。なるほどね。ずっと思って。で、わかんなくて。それです。はい。
じゃあ、ココロちゃんオープンしていただきましょう。私の結構やばい、やばい見た目で。大丈夫ですよ。ちょっと驚かないでほしいんですけど、これです。それは、地球外の何ですか？いや、違くって、これも結構ツンちゃんと同じこと言いたかったんだけど、はいはい、画力が追いつかなかったパターンで、で、タランチュラみたいなことです。毛が生えた蜘蛛って言いたかったんですけど。描こうと思ったら普通の雲描けるんですけど、頑張って待って字に待って言う字に寄せようと思った結果、多分先生は休館時から成り立ってるって言ってるかも。今の万の字に近づけないけど。あ、そっか、そうだったんだね。なんかこういうやつか。あ、じゃあ何でもなかったけど、これは雲です。雲ですか。はい。じゃあ最後、えなこさん、はい、応募してください。最近ベッドが逃げ出したって大問題になってたのを思い出しました。はい、こちらです。あー、ヘビか、なるほど。あー、確かに。ヘビ生息してますよね、普通に。ほんと、確かに。日本にね、沖縄とか。そうなんだ、でも、今ヘビを描きたかったから OK です。ヘビ描きたかったんで。かわいい。今回、マンという漢字を皆さんイラスト描いていただきましたが、先生、この中に近い人いらっしゃいますでしょうか？そうですね、これかなり難しくて、僕が回答してるのは絶対に書けないですね。難しい。ですから、まあ、その中でより近いものを選びたいかなと思ってまして、はいはいはい、旧漢字から来てるんですよね。で、まずあの旧漢字ちゃんと書けるかどうかってことが、ね、こうまずポイントになってきて、はいはい、で、ある生き物を見てそこから旧漢字の字を昔の人は考えたんですけど、その生き物は実はサソリじゃないのかって言われてる。あー、これさ、で、旧漢字真ん中がごちゃごちゃしてるのは、うん、実はその虫は背中にいっぱいあの卵を背負ってるって言われてて、キモい。で、そこからたくさんということでマンという字になったんですよ。あ、なるほど。ですからサソリそのものってのは一人もいなかったので、この中で近いものとしたら昆虫を描いた人ですよね。ほうほうほう。そうですね。で、つんこさんとココロさんの二人でどっちがいいかなと思ったらちょっとココロさんの生き物はあんまりサソリっぽくないかなって。あー、違った。で、今回はではあのね、つんこさんにしましょう。やったー。では、つんこさん1ポイントです。はい、ということで、そうなんですね、こちらマンという漢字はサソリが、そう、イラストの元になっているということで、なかなかね、難しい問題だったかなと思うんですけれども。だって、サソリが背中に卵をいっぱい持ってて、それがたくさんいることを表すって想像つかない。ねえ、難しいですよね。日本におるくないですか、サソリ。日本に純正のサソリは確かいないはず。あ、そうなんだ。第3問、はい、漢字の王、キングの王、この成り立ちなんでしょう。イラストで描いてください。これだね。ヒントないんですか。ヒント欲しいですか、うん、人の形ではありません。え、で、王様の絵とかを描いても正解にはなりません。じゃあ第2ヒントします。道具です。え、へー。じゃあ第3ヒント、とあるお話で非常にそれをフューチャーしたお話があります。その道具がキーアイテムになるお話があります。日本のお話にもあるし海外のお話にもありますね。では皆さん書けたということなのでお聞きしていきましょう。しょんぼりしているさきみんさんからオープンしてください。こちらです。ちょっと絵が下手下手なんですけど。わかる。わかるね。ほんとじゃなくて、違う、あの抜け、あ、抜けない剣のなんか台座。あ、そうです。なるほど、なるほど。そうです、そうです。で、ちょっとここがぽいかなと思ったんですけど、なんか土みたいになっちゃうから、なんか1本は足してもらって。はい、じゃあさきみさん、剣ということで、じゃあ次、つんこさんいってみましょう。はい、はい。おー、弓。あー、確かに。ちょっとわかんない。でも道具っちゃ道具かなって思って、まあ海外でも弓はあるだろうし、はい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 、まあ日本とか中国とかでも多分昔から
狩猟とかあるだろうか、はいはいはい、っぽいものってあるのかなって、うん、なるほど、弓をかけましたか。分かんない。では、ココロちゃん、はい、応募しましょう、はい、私はこうしました。おー、サッカー好きみたい、そうですね。あー、これかも、これかも、これかも、確かに。サッカー好き、まあ、聖杯ということで、はい、じゃ次、はい、吉田さん、はい、応募しましょう。あー、いや、それね、もうなんか全然出てこなくて、最初はその指輪かと思ったの。あー、ロード・オブ・ザ・リングみたいな。そうそうそう、フューチャーでなんかまあ、だけど、でも象徴するのってなんだろうと思って、めっちゃ考えて、でも剣かなとかも、草薙の剣とかそういうのもあるしと思って、と思ったんですけど、もうこれです。えなこさん、最後いきましょう。はい、私は斧を描きました。斧、なんかその日本の刀でも斧持ってるキャラいるし、いる、確かに、RPG でもいるはずだし、なんかやっぱ強い人、その王っていう人存在はなんか武器とか持ってるんじゃないかなと思って武器描きました。なるほどですね、はい、デビ先生、これはもう見る必要ないですね。そうですね、サクッと誰が一番近いか、はい、そうですね、今回びっくりというか、はい、もうズバリ正解が一人いますよね。で、例えば日本でも古墳の中に銅鐸とか銅剣とか銅壺ってのがありますよね、うん、まあ、当時あの古代の中国ですけども、王座の前に儀式として、まあ、綺麗な箱があって、そこにある道具を収めてるんですよね。それが王の記している、それが斧の先のところなんですよ。だからもうズバリえなこさんが、すごい、斧の先、斧の、すごいですね。あの剣って発想が、ね、武器であるかもしれないけど、うん、斧って発想はすごいですよね。やったー、うん、さすが PP の王、さすがじゃん、えなこさん、やったー。はい、じゃあえなこさん、もう完璧な1ポイントです。確かに、すごい、パーフェクトワンの完璧な1ポイント。さあ、ということで、現状のポイントは、えなこさん1ポイント、おごろちゃん1ポイント、そしてつんこさんが1ポイント、さきみーさんが、まあ、情報で1ポイント。ということで、このまま、今のところ暫定、おぼかちゃんは、吉田さんです。やばーだ、でも結構、完熟強いんですけどね、吉田さんね。確かに、成り立ちはダメなのかな。さあ、では、第4問でございます。神という漢字。まあ、えとの猿の漢字でもある。こういう字ですね。はいはい、モースですよね。モースっていう感じでございます。この感じの成り立ちが何かというと、ヒント欲しいね、早っ。まずヒントをもらってから考えるというスタンス。でもこれね、ヒントは現象です。現象、マジ串団子かと思ってじゃあさらにヒント出します、はい、多分嫌いな人が大半、これ好きって人はまあなかなか結構ハードな人間ですね。でね、これ PPE 更衣室の問題で多分ね、一回出ました。その現象が。さあ、では皆さん書くことということで、一斉にフリップをオープンしてください。どうぞ。はいはいはい。お、なるほどなるほど。まず、つんこさんは、それは、さきみーさんですか？そう、さきみーが貼り付けの件にされて、殺される。現象。現象じゃない。現象。えなこさん、それは。これは謝ってます。謝る、そう、申し訳ないの言葉には使われてるし、はいはいはい、謝ることが好きな人はまずいないと思うんで、あと誰か。この後謝るのかもしれない。ああ、謝るのかなって思いながら書きました。なるほど、謝る。今イラスト的には三人一緒かな？心ちゃんはそれ何ですか？私はこう田んぼって言ってたから田んぼに台風がわーって行ってるところ、突き抜けていってるところっていう。田んぼを台風が突き抜けている。そうなるほどなるほどなるほど。です。さきみーさんは。はい、これは窓枠にこれが見えたからはいはい、はい、窓枠を描いてから見える雷にしました。なるほど、窓から見える雷、はい、はい、もう吉田さんはその雷そのもの、ああね、なんかそのお日様をつんざいてバーって落ちてるんで、エクレアかなんかの、はいはいはい、エクレアじゃないや、エクレアです、エクレアです、エクレア
コヒが開いて、雷が雷が出てたんで、すごい、稲妻なんで、これかなって思いました。それでは、皆さんイラスト描いていただきましたが、出口先生、この中で一番近いイラストございますでしょうか。はい、今回もズバリがいますね。ワンダ、いや、本当これすごいですね。ちょうどこのモースの左側に示線を書いたらば、どういう字になるかな。神。神。そう、だから神の意思表現っていうところで、神が怒った時どうなるかっていうことで、正解は稲妻。二人いますよね。いや、ズバリ二人、これすごいですね。じゃあでもこの中で一番近いイラストといったら、どっち選びますか。難しいですね。まあでも、まあ、3000年前だから窓枠はあんまりないと思うので、ね、吉田さんでしょうかね。すごい、ちょうどみんな一緒になった。さあ、ということで、じゃあ吉田さん1ポイントでございます、はい、ではこちらが最終問題です。今のところですね、さきみさん以外は1ポイント、あれさきみさんの1ポイント入ってますけど、これは情報の1ポイントなんで、真の1ポイントではないので、そちらだけね、ご了承。ここででもさきみさんが正解したら、真の1ポイントで、全員1ポイントで、もう全員バカじゃないってことが証明されるという、確かに、形でございます。だからもう、さきみさん、頑張ってください。頑張ります。古いという感じ、どういう感じの成り立ちでしょう、問題でございます。ヒントあるんですか。欲しいですか。はい、ヒントはですね、ちょっと怖いかな。まあ怖いっていうのもホラー寄りというか、夜とか暗闇にそれあったら結構びっくりしますね。ハロウィンの時期とかも大活躍ですね。インテリアとしてそれを使う人もいます。怖いのに、まあ、そういうのが好きな人がいるんですよね、やっぱり。じゃスーパーヒント出します。スーパーヒント、中学校2年生の男子大好きですね。中二病といえばみたいな、でも象徴の一つでもあるかもしれない。ブランドもある、それがマーク。じゃあまずさきみさんからいきましょう。さきみさん、応募してください。はい、セキミ。何セキミではない。確かに二つでいいよね。セキミ創立記念のやつと、中二みんなそれ好きなの。これの T シャツ着てる。わかんない、もうね、惑わせないよ。でも中二の人はきっと今これみんな着てると思う。今中に流行ってる、うん、流行ってる、関係流行ってるからね。確かに、やっぱ着たいよね、うん、じゃあ心で言ってみましょう。私は多分骨格標本みたいな感じで書いたんですけど、これギリまでさきみさんみたいなお墓と迷ってて、偉人の墓みたいなのがあったような気もしなくてもなくて、あとうさぎの墓とか、まあ2個ぐらいは墓あるじゃないですか。だけど中二病なが来そうって言ったから、人体模型はないと思って骨にしました。なるほど、そういう読みですね。私も骨に書きました。やっぱ怖いからこれにしました。なるほど、つよこさんお願いします。書いてないですよ。マジでわかんないんだもん。わからないって書いてくださいって言うから、うるせえ知らねえファイナルファンタジー。違う、私最初カカシだと思ったの、はいはいはい、夜見ると怖いでカカシっぽいじゃん。私も骨ね、最初ミイラかと思って、ハロウィン怖い怖い、そうでハロウィンとかも言ってたから、うん、でミイラじゃないで人体模型2体、骨って2体って男と女いるかなと思って、人体模型かなと思って、ずっと本物ですかそれみたいな。なるほど、うん、どういうこと。人体模型とかだと、そのなんかミイラと通ずるものがあるのかな、干からびた人の体。え、やっべぇ、やっべぇ、何言ってるか分かんなくなってきた。分かんねぇ。だってそもそも人体模型ってさ、模型だしさ、本物も偽物もないじゃん。でも人体模型を、人体模型と言わず、その人の死体みたいなものと見立てて言ってるのかなと思って、人体模型っていうもの、人の体、男性の体みたいな。ちょっと分かんないです。だから本物ですかって聞いたんですけど、でもなんか中二病だから、まあ、ドクロかなみたいな。さあでは出口先生、この中で正解に近い方いらっしゃいますか。いますね。お、いる。それも複数いますね。複数いる、ではちょっと古いという感じの説明お願いできますか。まあ、あるものの
形から字ができたんですけども、はい、そのあるものは何かと言いますと骸骨ですね。骸骨から古いっていう、まあ、漢字ができたっていうことなので、はいはいはい、ですから3人骸骨を書いてますよね、はいはい、3人とも正解にするのか、はい、骸骨だけ書いたものに正解にするのか、その判断はじゃあお任せします。なるほど。じゃあまあ今回は最終問題ということもあるので、骸骨を書いた3人全員正解しましょう。やだー、本当はこの頭だけってことなんですか。そう、頭だけ。あ、そうなんだ。頭蓋骨が元になってますよね。そうですね。ということで今回はその骨を書いた3人が正解ということで、はい、エラコさん2ポイント、ココロちゃん2ポイント、そして吉田さんが2ポイントでございます。今回ですね、一番正解できたのはえのこさん、ココロちゃん、吉田さんでございます。やった。素晴らしい。2ポイントずつね獲得しまして、でその次1ポイント、つんこさん、そしてまあ一応友情ポイント1ポイント取ってますが、正解数的にはというか、全く正解できなかったのはさきみーさんということでございます。おめでとうございます。でも可愛い絵描けたから、うん、お花もかけたし、うん、さあということで、PPE の、おバカ代表はやはりさきみーさんだったということで、つんこさん言ってましたけど、うん、なんかやるまでもなかったというか、あ、確かにどうせさきみーがなるんでって言っちゃった。まあでも出口先生に認められたバカなんで、なんかちょっと名誉あるなと思いました。でも公式に認められたバカって結構相当ですよ。プレシャスワン、おめでとう。一番有名だって、うん、一番有名。そうそう、これはね本当にでも分からないことが多かったです。勉強になりました。もうデブさん今回ゲストに来ていただいたんですけれども、出題者側としてやっていただきましたが、いや想像以上に皆さん本当正解が多かったし、絵がうまいですよね。でまあ正直言ってこれは頭の良し悪しとか関係なくて、どっちかというともう直感ですよね。まあ逆に言うとまあね、本当にあのユニークな発想をされてる方の方がもしかすると正解が少なかったかなっていうのもちょっとあったんです。なるほど。でやっぱりあのね、こういったことを通して普段使ってる漢字に興味を持ってもらえればすごく良かったかなと思いますので、はい、本当楽しかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さん今回の動画はいかがでしたでしょうか。ぜひ高評価とチャンネル登録、そして私たち出口先生のチャンネルにも出演してます。やったー、してます。そちらもぜひご覧ください。それではバイバーイ。バイバーイ。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらです。そしておすすめの動画はこちら。せーの、バイバーイ。